どうもこんにちは、ケビンです。トモタケです。山です。日本とアメリカの夏休みの宿題が違いすぎる。ちょっと前にね、TikTok の方のショート用の動画で夏休みの宿題の違いっていう動画を撮ったんですよ。はい。で、まあ、違うことはなんとなくイメージできたんだけど、うん、背景とか実際どうなのみたいなところを知りたいなと思って、うん、なるほど。細かくちょっと教えてもらおうかなと思っております、うん、了解しました。なのでまず最初はちょっと一旦もともと作ったショートの動画を見るところから始めようかなと思います、はい、日本とアメリカ夏休みの宿題の違い。日本、問題集まんなきゃいけないし、読書感想文もなきゃいけないし、自由研究もなきゃいけないし、おーすごいだろ。アメリカ、 Homework for this summer break. Okay, Alright, done. Okay, off to the beach. はい、Hey you. っていうね、うん、まあ全然この量が違いますよと。でもまあさすがにこの動画のね、うん、パッパッパッで終わるのはまあ誇張してるんだけど、はいはいはい、でも日本と比べたらアメリカの夏休みの宿題っていうのはもう圧倒的に少なくて軽い、うんうん、これから多分もうすぐ夏休み入るとか入ったばっかりとか、そうか、人もいると思うからさ、やっぱ恐怖なわけ。俺とか特に宿題恐怖。夏休みの宿題めっちゃ苦手だったし、苦手な人多いと思うんだよね、やっぱ。うん、最終日に地獄を見る人が、あるあるだよね。そうそう、あるある。24時間で終わるレベルじゃないっていう、そのぐらいはやっぱりさあるから、うん、ないのみたいな。はい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 。もしかしてアメリカの夏休みはなんか3日とかしかないみたいな。ちょっと比率で考えるとよ。って思って、実際どうなのかなって。短くはないです。むしろ、アメリカの方が倍ぐらいあって、日本の。10週間から11週間ぐらいが大体の一般的な期間、夏休みの。そう。3ヶ月近い。2ヶ月以上。まあ、2ヶ月半が大体のね、あれだね。あれ？日本の夏休みは1ヶ月半ぐらい。そう、1ヶ月ぐらいだし、ね、7月末から、まあ、8月終わりまでっていうね、うんうん、そう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 、大概9月頭で2学期だもんね。そうだよね、うん、まあ、なんか最近はちょっと諸説あるみたいな話を聞いたりもしたけど、少なくともイメージとしてはそうだよね。アメリカの場合は大体始まる時期が5月末から6月のまあどっかから始まって、はい、でそっから2ヶ月半っていう感じだね。それが一般的で、私の学校は結構南の学校は大体、うん、5月末からまあ8月上旬ぐらいで終わるみたいな感じの夏休み期間だね。そう、だから8月上旬から新たな学期が始まるというか、新たな学年になるんだ、うん、アメリカはさ、ほら9月入学じゃん、うん、だからその夏休みが終わってから新しい学年からで始まりますみたいな感じのシステム、うん、学年が変わるから宿題が少ないの。日本も春休みはなんかクラスが変わっちゃうから、うん、先生も変わるしみたいな、宿題少なめなイメージもあるんだよね。別に学年が変わるから少ないわけではなくて、あ、年中それはそれ、まあ、そもそも年中宿題の重さはアメリカの方が軽いんだけど、どちらかというとアメリカの学校の夏休みの宿題の捉え方っていうのは、勉強のを全くオフにさせないためというか、うん、なんかこのずっとなんかオフにしちゃうと戻ってきた時に慣れが足りなくなっちゃうから、ちょっとだけやっとこうねみたいな感じ、うん、でも基本的に夏休みっていうのは家族と一緒に過ごすだったりとか、うん、そのリラックスするために使ってほしいみたいなスタンスだから、どこの学校も、うん、あ、日本とはちょっと違う気もするんだよな。だって毎日日記書いたりするんだマジで。後から天気を調べるのが大変なんだ本当にマジで。当時はもう本当ヤフー天気予報の過去のうわだけって調べたりとか、おじいちゃんが日記書いてて、おじいちゃんちょっと手帳見せて、おじいちゃんの配りとかを写して書き写して、あの、ね、小学生いやでもね、やっぱそのぐらいこうコツコツやったりとか、うん、じゃ実際にどういった宿題が出されるのかっていうのが、うん、ちょっとあのネットで探してたら、うん、おめっちゃこれ似てるじゃん、アメリカでやったやつ似てるじゃんみたいなのが発見したから、その実際のものをちょっとあのメディさんと一緒に見ていきたいと思います。これね、あのパキスタンの学校あったんだけど、その宿題の出し方のスタイルとか、その問題の難易度とかがすごい似てたから、うん、非常に参考になりますと。アメリカ的ですよ、はい、まずね、ページ数が6ページなの。6ページで終わりなの、これは。両面印刷で3枚ね。3枚ですよ、プリント3枚以上。マジ？これで全部なの？これで全部、これ全教科入ってるからね。マジで網羅してんだ。網羅してます。網羅してるんだからそう、これ学年は4年生の終わり、5年生の手前、なるほど、その間の時期だね。はい、まあそのね、6ページ中の1ページ目はね、大事な1ページ、大事な1ページ6分の1よ。あのね、校長先生からのメッセージがあるのね。まあ、なんて書いてあるかというと、生徒の皆さんへ、はい、やっと待ちに待った夏休みですね。夏休みは家族と一緒に時間を過ごしたり、新しいホビーを見つけたり、新しいスキルを学ぶいい機会になりますから楽しんでください。で、全ての生徒にはリラックスして学校からのストレスから解放される権利があります。まあ、ですが、だからといってね、自分の向上心を怠らないでください、うん、
夏休み期間中長いですから、そのスクールブレイン、学校の脳をなくならないために、まあ、何問か、まあ、宿題を用意したので、やってください。 PDF を印刷して、で次の学年の担任の先生に渡してください。まあ、安全に学校に戻ることを祈ってます。うん、校長先生により優しい、優しいね。でまあ先ほど教科だけ教えると、イングリッシュ、まあ、アメリカンのこと literature っていうふうに言うかな。うん、次 math、算数だね。まあ、これはね、まあ、インド系のあるね、国語と英語みたいな感じだから、あ、そういう感じかもね、確かに。で、ヒストリー、歴史、ジオグラフィー、地理で、最後、宗教がね、イスラム系の宗教の教え、ね、日本でいうところのなんか道徳的な感じ、ね、そうだね、そうだね。教科は以上ですね。じゃあまず短いね、めちゃくちゃ短い。まず、イングリッシュ、6つの本が書いてあるんだよ。これは、おすすめの本って書いてあるだけで、おすすめの本、そう、だからマストじゃないの、全然、この絶対に読めじゃないの。なるほど。もし、なんか夏休み中、読みたいのだったら、先生はこれをおすすめしますよみたいな、読書感想文とかは書かなくていいの。ない、読まなくても別に、読まなくてもいいんだ、別にいい。次数学、算数だね。次算数は、この問題をやれと。これは、この 1V48 っていうのは、その本の種類だね。この数学の本のこのページ数、その10ページのにある問題やりなさいみたいな。なるほど。まあ、だけど、うん、その1ページ、多分2、3問ぐらいしかないから、問題は。あ、そうなの？もうびっちり問題があるタイプのやつ。全然、全然違うと思う。なんか説明があって、あ、はい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 。練習問題が。そう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 。コラム的な感じの、はいはい、あるね。あるね。その2、3問だから、どうせ。はいはい、教科書みたいなやつの下にちっちゃく書いてある、あるある、お試し問題みたいなやつを、それだけだから。このやってきなさいと。だから10ページ分だからかける、そうだ、20、23、30問ぐらいだけど、1時間あればいけるかな。いや、いけるいける。でもちょっとこれスキップします。で、ヒストリー、歴史は、紙皿を使ってエジプトのネックレスを作れっていう課題。これ真ん中切り抜いてるってこと？そう、真ん中切り抜いて、このなんかネックレスみたいなのを作ってるんだよ。そういうの、糊とか色鉛筆を使ってなんか綺麗にデコレーションして、エジプトのクイーンがつけてそうなやつを作れみたいなやつ、ファラオがしてるやつね。なんかちょうどいいね、難易度。どう？貯金箱とか作った？作った。貯金箱作るっていう謎のやつあるんだけど、難しそう。結構大変じゃん、貯金箱。うん、なんかちょうどよくない？紙皿に色塗ってみたいな。まあね、うんうん、貯金箱よりは全然簡単そうね。歴史のもう一つの課題がこちらですね。なんか A4 の紙を使って、で一つの好きな国をピックアップするんだよ。その国の特徴、どんな食べ物が食べられてるかとか、はい、首都はとか、人口は、うん、通貨はみたいな、うんうん、その国を紹介するなんか1枚の A4 の紙をカラフルに仕上げて作ってこいっていう。 A4 でいいんだ。 A4 模造紙っていう、こんなでっけえのにまとめさせられたけどね。なんか小学生かいね。で、懐かしいわ、模造紙。模造紙懐かしいね。しかも模造紙は丸まっちゃうんだからでかくのは大変なんだよ、あれを。なんか面白いとかないとプクンってなるからなるほどね、売られてる状態のねそうそうそう。しかもこのこれを参考にしてねみたいなのもついてるんだね、うん、確かに。あ、そうそうそう、すりゃいいみたいな。このね、そうだね、配られるのかな、これが。これは配らないね。これをレファレンスしながらこういう感じで作ってくれるみたいな。あ、なるほど。これをダイレクトでコピーしたらダメだよ、ちゃんとサンプル誰がすんのいや、俺みたいなやつするだろ重要な書類とかコピーしたときにさ、出てくるやつ、ね、いいよ、これ付け合ってくるにはないよ、そんなことちゃんとケアしてるから、そのリスクはで、次、ジオグラフィー、地理。地理は7日間のデータを取ってくださいみたいな感じで、まあ、どのくらいファーストフードを買って、どのくらいそのファーストフードが出たゴミが出たか、はいはいはい、どのくらいプラスチックを使ったかとか、どのくらいの家電製品を使ってるかとか、あとは水の消費量はどのくらいかみたいな、うん、1週間分のデータを取って、まあ、どのくらいその何 SDG どのくらい SDG をケアできてるかみたいなところをやるみたいなやつだね、これは。なるほど、7日間データを取ればいいだけ。これ日本の学校だったら絶対夏休み10毎日毎日最終日って人がやるしこれはね、誰も作りながらねそっちの方が大変じゃない？毎日書いといた方が楽じゃない？いや、だからそれの発想は強い人の発想だよね弱者はそんなのねで、まあ、最後にイスラム系のね、まあ、まあ一応説明すると、そのどういったあの優しい行動ができるか、はいはいはい、しましょうみたいなとか、実際にやった行動を具体的になんでやったかとか、どういうふうにやったかみたいな説明してください、うん、っていうやつだね、道徳的な。以上が夏休みの宿題でございます。これ本気出せば、うん、どう1日で終わらせられるんじゃない？じゃあ7日間のデータ取んなきゃいけない7日間はかかりますから、それは。いやズルする、全然はおかしいね日記ると思ってる時点でズルするのはおかしいね。そうだね、7日間かかりますね、これね。まあ
3 かな。まあでもだってここもさ、なんていうの、思い出せばいいわけだから、ね、そうね、振り返って書けばね、そうそう、直近1週間を振り返ればよかった。だからまあ3時間ぐらいはあるわけ、そうじゃない。まあでも日本よりは圧倒的少ないですよね、と。これは間違いない。さっきの校長先生もさ、おっしゃってたけど、うん、やっぱその勉強だけじゃない勉強を、うん、このこういう勉強じゃない勉強をしましょうっていう感じなのかもね、うん、アメリカはね。そうだね、そうだね。じゃあ何するんっていう話にもならん。そうだね。アメリカにはね、サマーキャンプっていうものがあって、それが一番ね、メジャーなんだよね。サマーキャンプって何かというと、そのトラディショナルスタイルのサマーキャンプっていうのは、うん、その実際にそのハイキング行ったりとか、はいはい、あのキャンピングとかカヌー行ったりとか、うん、キャンプファイヤーしたりとか、子供たちが集まって、うん、まあ、サバイバルスキルみたいなとか、はい、そういうのやりましょうみたいなのがサマーキャンプって言われたんだけど、はい、最近はね、どんどん変わってきててスタイルが、うん、例えばアート、音楽をなんかやりましょう、プログラミングをやりましょう、マジックを学ぼう、言語をやろう、ダイエットしようとか、うん、いろんな多様性が出てきてますよ。これって何なん？なんかその子供が集まってやる、それとも家族でやる？子供が集まってやる、まあね、学校は関係なくて、うん、他の団体が主催するんだよね、はいはい、で、大体3日間とか4日間とか5日間とか、うん、泊まりでみたいな、まあ、どっちもある。あ、そう、泊まりもあるし、毎回来てみたいなでもあるんだけど、集中的にやりましょう、うん、それは、あ、みたいなやつだね、これは。じゃあ好きなのに応募して、そう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 、こういうとこに行きたいみたいな、こういうのやりたいっていうのでみんなやるんだ。うん、それをサマーキャンプって一括りで言われてる。そういうことです。行ってた、ちなみに。私は行ってない。あ、行ってない、うん、行かない人もいるんだ。行かない人も全然いる。それは別にやりたくない。別にやりやらなくていいね、全然。これはもう行きたい人が行くやつなんだ。そうそうそう。ちょっとローム・ジョージア州ではですね、こういう記事がありまして、これはなんかまとめサイトね、こんなローム・ジョージアでこんなのあるよみたいな、そんなのがあるぐらいやっぱメジャーなんだ、うん、うんうんうん。バスケットボールキャンプ7日から10日までアドバンススキルキャンプ、キャンプだね、キャンプスキルを学ぼうみたいな、うん、ベースボール、サッカー、このサッカーのやつは14日から16、で朝9時から12時まで、うん、3時間で、費用が125ドル、1万2500円ぐらい。これさ、何個も行く人とかもいる？あ、いるいるいる。この期間はこれやって、この期間はこれって、サマーキャンプガチ勢みたいな。そう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 。夏季水泳教室みたいな、あるっしょ、そういうの。はい、1週間とか、うん、普段水泳習ってない人とかも来るみたいな感じの、うん、そういうのよくやってたけどな、俺水泳やってたから、うん、でもなんかこういうサマーキャンプっていうふうに思ってないし、まずちょっと違う感じがするよね、うん、なんか日本の方がなんかガチというか、そうだね、これ楽しみでやってる、ね、そういう遊びなんだよね。そう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 、遊びながらなんかこう新しいものに触れたりとか、体験みたいな、体験みたいな感じよ、これは、うん、別になんか例えばそのさ、あのバスケットボール系のそのサマーキャンプだとしても、そのちっちゃい頃からもうやってますみたいな、うん、人じゃない人が行くわけでしょ。そうそうそう、別に、うん、初心者もあるかも。そう、違うね、結構違うね。あれはないの、ラジオ体操。ラジオ体操はね、ないです。ないの？ラジオ体操ないよ。ラジオ体操ないの？日本の夏休みは毎日毎日朝学校みたいなとこに行ってスタンプ押してもらって、なんかお菓子とか1個もらってラジオ体操して帰る。それから始まるんです。へぇー、めんどくさいな。全体的に夏休みの宿題も違うし、夏休みのなんか過ごし方自体丸ごと違うんだね。そうだね。あ、なんか日本よりもいろんなことをしてみよう、普段できないことをしてみようっていうマインドが全体的に強いのかなっていう、うんうん、プラスやっぱファミリータイムもすごく日本より重要視してるなみたいな感じ、うん、そっかそっか、る、なるほどな、うん、こういう体験って大事だもんね。そうだね、行くとかさ、うん、めっちゃ成長するよね、うんうんうん、日本は日本でね、うん、宿題がたくさんあることかと思いますので、コツやりましょう。そうだ、こんな動画見てる場合じゃないかもしれない。そうだ、やんないと。そうだね。過去の自分に言ってあげたい。やれよと。はい。この動画を見て、アメリカと日本の夏休みの違いが分かったという方は、ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあねー。宿題貯める派だった？貯める派。俺も貯める派だね。鬼のように貯める派。貯める派だね。貯めに貯めて、終わらなくて怒られる派。どうどう、めちゃめちゃ貯める派だ。いや、貯めたんかい。最後まで終わんないタイプ。一緒じゃん。一緒じゃん。